すごいね。三味線体験レッスンの受講者様をお迎えしました。こんにちは、時和さようでございます。今日は三味線体験レッスンの受講者様をお迎えしました。今日は海外からのお客様が三味線体験レッスンにお越しくださいました。いらっしゃったのはスウェーデンの親子のお客様です。夏休みにちょうど日本へ旅行にいらして、そして三味線体験を受けてくださいました。さて、三味線体験はどのような様子だったでしょうか。その様子をご覧くださいませ。でしたでしょうか。あなたも楽しく三味線を弾いてみませんか。三味線体験の受付開始はメール通信の読者様からお知らせをしております。三味線体験レッスンをこれから受講したいなと思われる場合はメール通信にご登録してお待ちくださいませ。それではまたお目にかかりましょう。